さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。お元気でしょうか。私たち見てください、元気です。元気です。ミシェルさん、はい、突然なんですけど、ミシェルで質問してもいいですか。はいはい、よろしくお願いします。あの、はい、以前足の怪我をされたことがあるって伺ったんですが。足、はい、しましたね。何がいいでしょう。膝、ふくらはぎ、ね、今ふくらはぎ直し中、足の裏測定筋膜炎、小指の骨折2回。ああ、はい、もうじゃあたくさん足のトラブルがあるっていうことなんですね。足のトラブルとか足のトラブル、足の怪我、足の指の爪が黒くなってるぐらいですね。ぶつけて、それ言っちゃっていい。あ、なるほど、いい。ぶつけて、ぶつけて、そう。あとむくみ、そう、むくんだりとかしますね。むくみ、スポーツから来るものとか日常の生活から来るものとか、はい、いろいろ足のトラブルはあるんですけれども、足専門の病院があったらどうですか。最高ですね。直してくれるんですかね。はい、そこで、はい、まず今回ご紹介するのは、うん、全国におよそ50店舗のフットサロンを経営し、出張副業型と足のトラブルビジネスをスタートさせました、こちらの企業様です。足つって私たちが前に進むため、最後の最後を踏ん張るため、新たなスタートの一歩のため、そして自らで立ち上がるため、全てに共通して自分自身の足はあらゆる世界への架け橋ともなっている。そんな人々の歩みを支える足に安らぎを与え続ける企業がここにある。大宅医療マッサージ株式会社、足のトラブル119番代表取締役松本茂雄、ネイルケアセラピスト講師村岡香織。足の悩みを抱えるすべてのお客様にさまざまなサービスを提供する足のトラブル119番では、数多くの仲間と共に歩み始めたフットワークの軽いビジネスを武器に、誰もが追い求める癒しを叶え、新たなビジネスモデルを形にし続けている。今回は松本茂雄、村岡香織をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。今の日本人のですね、約 70% の人が、何らかの足に悩みがあるということのデータがございます。例えば魚の目とか巻き爪、タコですね、あとはかかとのガサガサとか、まあ、夏になると足の匂いとかですね、はい、あとまあ足がむくんでしまうとか、そういう方たちのですね、悩みをですね、はい、うちの、まあ、ドクターネイルがですね、ほとんど痛みがなく施術をして、快適な生活を行えるようにですね、皆さんの生活を、まあ、ある分では支えているということでございます。うちのグループ全体でもですね、約年間4万症例ぐらいの施術をやっておりますんで、本当にあの皆様ですね、さまざまなお悩みがございます。またどうしてその足のトラブル119番を立ち上げられたんですか。はい、昨年からですね、いろんなお問い合わせがございます。美容院さんとか、整体マッサージ、各種、まあ、サロンさんですね、そういうところが何かもう一つのサービスというものを模索している状況がございました。その中で、うちにですね、資料の請求が非常に多くなってきまして、新たな店に導入するというスタイルの副業型、また店舗がなくても資格だけ取って老人施設にですね行って、施術をするとか、そういう、まあ、無店舗型、訪問出張専門型というのを開発いたしました。個人で行くっていうね、資格を持って、はい、で、あ、なるほど。まあ、今日いらっしゃってる、はいはい、あの村岡先生なんですけども、実際に、はい、あのいろんなことをやられております。当方でも、あの鍼灸整骨院、美容室ですね、はい、美容室っていうかエステの方ですね、はい、とか、あの訪問マッサージとか、はい、いろいろこう同じサロンでやってるんですけど、その中で訪問に行った時に、どうしていつまでも歩けないんだろうとか、あ、どうしてもこう膝が痛くてっていう原因が爪にあったりとかっていうのが分かってきたので、それでドクターネイルを取り入れて老人ホームとかにも寄せてもらってるんですけど、すごく喜ばれてます、はい、要は床屋さんがあるように、歯医者さんがあるように、
フットケアのお店が街の中にあるという状況でございます。それはいつ頃からその足のトラブル119番の事業を始められたんですか？うちは平成のですね26年の8月からフットケアの加盟店をフランチャイズを募集を始めました。まあいろいろ、まあもちろんネットでですね、さっき言いましたようにその困ってらっしゃる高齢者の方がいらっしゃったもんですから何かということでいろいろ探しました。それでヨーロッパの、まあ、ドイツのそのフットケアに行き着きまして、でそれをまあ勉強して、でまた施術する機会がですね日本製ってほとんどなかったんですね。ドイツにはもちろんヨーロッパにはありますけれども、でもやはりメイドインジャパンで勝負したかったもんですから、ちょっと開発に3年ほどかかりましたけども、独自の機械を開発いたしました。加盟店さんは順調に増えてらっしゃるんですか？そうですね、おかげさまでもう2年間ぐらいで50店舗加盟、特に、まあ、昨年の11月からは足のトラブル119番ということで、ちょっとバーを低くしましてですね、加盟金とかロイヤリティも安くしましたもんですから、今非常に加速しております。まあ、そんだけ需要があるということでございますね。いや、あるんでしょうね。はい、ね、足をこう見せてって言われてもちょっとえってなっちゃう。まあそうですね、どうしても ね自信持って見せられるってなかなかいないかなって。よく女性、若い女性の方もですね、こういう高いヒールを履くじゃないですか、はい、そうするとこういうところにですねタコができて、あとこう前が三角ですからこういう指がいじめられちゃいましてですね、こういうところにもタコができたり。そうなんですよね、我々みたいな運動やってると足踏まれてみたいな、そうすると真っ赤にこう腫れ上がって爪がなんて言いますか、内出血の中で起こすみたいなものもあります。あります。あるんですか？はい、そこで今回はミシェルさん、そんな足のトラブル119番さんの施術を体験してみませんか？もう足はもうトラブルだらけですから全部痛いですからね。ここで宮沢ミシェルも実際に体験してみることに。美しいですね。そうですか、はい、あら男性には珍しい。そうですね、何を言えばですね、はい、この爪の切り方ですよね、こう丸く切っておられるので、はい、切ってます、はい、これはできるだけスクエアにこう切っていただくようにした方が。そうなんですよ。あれ、そうなんですか。これどんどん切っちゃうと、はい、どんどんこう巻いてきちゃうので、少し最初はねちょっと気持ち悪いかも分かりませんけど、ちょっとできるだけこうスクエアな感じに切っていただくのが一番いいと思います。そういった切り方が巻き爪防止になるんですか？はい、なります。まあ、私どもはこういう機械で削っていったりするんですけど。うわ、何ですかそれ、はい、ちょっとおっかないものが出てきましたね。うわ、これお水が出ます。おお、いいですね、はい、あ、本当だ本当だ、なんかなので、削っても熱くないんですよね。へー、でこれをこうずっと。それは今何をしているところですか？今これは爪をきれいに滑らかにするために、はい、整えるためにこれをこうずっと。切りっぱなしではいけないんですか？やっぱりヤスリをかけてもいいんですけど、もっとこれダイヤモンドでできているので、すごくきれいに、はいはい、できるので。もうそうやって触っていただいているだけで気持ちいいね。痛みはないですか？全くない。その他には足はどんな症状が出てる方がいて、どのような施術をされるんですか？一番多いのはやはりこの裏にタコができてたりとか、小指のこういうところなんて豆いっぱいできてるでしょ。そうです、そうです、ね、はい、その豆は どうやって。あ、タコはそれを変えて、はい、変えて、ああこういうアタッチメントがあるんですけど、綿棒みたいですね、はい、これでこう削っていくんです。あ、角質を削り取れる、はいはいはい、いきますね。コリコリしてるでしょ。あ、してる、わかります。してるし、引っかかってる。これが芯なんです、魚の目の芯。あ、そうなんですか、ね、痛くありませんでしょ。冷たいって感じ、なんか、まあ、清水がですね、消毒液がどんどん。よくスピルコなんか貼る方いるじゃないですか、もう皮膚がぐちぐちになっちゃうんですよね。なんか貼ったりとか塗ったりとか、ね、自宅のケアだとそうなりますよね。もう感じてきた、今まで感じなかった、今感じてきた。あ、そうですよね、はい、OK ですね。 ありがとうございます。もうコリコリなくなったと思います。どうですか？ツルツルになってる。いいな。ありがとうございました、はい。
他社さんと差別化を図っているところなどはありますか？皆さんあの FC に入りますとですね、例えば独立してご自分で店を、まあ、集客を図るというような時にですね、どうしてもチラシを作ったりホームページを開いたりとかっていうことでお金が随分かかってしまう。でそれを、まあ、うちの場合はですね、なるべく、まあ、今回もそうなんですけども、こうやってテレビに出てドクターネイルというものを広げていく、また ある大手のですね集客サイトと提携を結びまして、各加盟店さんを無料でですねそのサイトにアップをさせていただいて、広告の画面を実際にアップできるというようなサービスもしておりますし、今もうインターネットの時代でございますので、 SEO 対策というかですね、足にまつわるワードについては、例えば巻き爪、魚の目、飛行爪、むくみ、そういうものの約40項目ぐらいについては検索いただくと、ドクターネイルは大体トップ画面で表示されて、足に悩みのある方が近くのドクターネイルに行き当たって、まあ、連絡していただいて施術を行っていただけるというようなこともやっております。あとはですね、本部で今魚の目の宣伝用のビデオ動画ですねとか、いろんなのを作ってですね、それで加盟店さんにお貸しして、それを加盟店さんが YouTube とか Facebook に、まあ、宣伝のために使ってもらって、ご自分の近くの方の集客を図るとかですね、そういうこともやっております。特にもう集客にはうちも力を入れております。はい、御社の一番の売りは何でしょうか？はい、119番を去年からやりまして、それが、まあ、加盟金も60万として安い、それから月々のロイヤリティが2万5000円でですね、これも、まあ、多分安いと思います、2万5000円ですね。ですからそういうふうにバーを下げたことっていうことがうちの特徴でございます。はい、素晴らしい売りを3つ、店舗数もバッと増えていくようだから、そういうことでしょうね。ありがとうございます。新たなスタートとなるその一歩を足元から支え続ける松本茂雄、そんな男が見据える今後の展望とは？まあ、今回119番を100店舗年内にですね、100店舗まで一応増やしたいと考えております。それからですね、日本全国最低でもですね、各都道府県に1店舗はうちのドクターネイルを配置したいなと。それで、まあ、全国で本当に足に悩みがあって行くところがない方に対してですね、ケアができたらいいかなと思っております。ではですね、最後に格言を伺えればと思います。私は一期一会、人との出会いをですね、非常に大切にしたいと思っております。まあ、本日こうやってですね、はい、テレビの収録もさせていただいて、お会いさせていただきまして本当に嬉しく思っております。また今後ですね、全国からいろんな方が本部にもいらっしゃると思いますので、そういう人たちと会えることを本当に楽しみにしております。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。